屋根に上がっての雪下ろし作業が始まりました。あまりの雪の多さにスコップで少しずつ雪をかき出すしかありません。氷ノ山スキー場に近い若狭町つくよね地区はもともと雪の多いところですが、例年は溶けてまた積もる雪が今年は溶けないうちにさらに積もり、先週には積雪が4メートルを超えました。屋根の上も2、3メートルはあろうかという積雪になっています。障子や襖が動かない、柱がきしむ音がするなど住宅に危険が迫っているとして、若狭町が各方面に協力を求め、協定を結ぶ若狭町建設業協会などが今日から雪下ろしに入りました。県も町もですね、町の建設業協会もこの危機感を共有していただきまして、しっかり役割分担をして連携して作業に当たっていただけるということで、大変心強くありがたく思っております。重機で除雪ができる道路に屋根の雪を落とす作戦ですが、雪は想像以上に分厚く軒先から張り出しているため、落ちないよう注意を払わなければなりません。足元を確かめながら慎重にスコップで雪を落とします。24時間でだいたい1メートル50ぐらい降ってるからね、一人暮らしの家とかそういう方の家はやっぱり守ってあげんといかんと思いますんでね、そうやって協力してくることはありがたいですね。やっぱり多くが手作業のため雪下ろしには相当な時間が必要ですが、住民の安全を守ろうと奮闘が続きます。